キース・スコットは、カナダのギタリスト。長年にわたり、リードギタリストとして、ブライアン・アダムスのサウンドを支える名優である。アダムス以外にも、シェール、ティナ・ターナー、ブライアン・フェリー、トム・コクラン、クレーグ・ノーシー、ジョアン・ペドロ・バイス、ジャン・アーデンなど数多くのミュージシャンと共演している。スコットは1954年、ブリティッシュ・コロンビア州のバンクーバーに生まれた。父親が、ジャズピアノを、 母親もボーカルをたしなむ音楽一家であった。少年時代にアコースティックギターを習い始めた。スコットは17歳の時1960年代のフェンダーストラトキャスターを中古で入手し合機とした。ストラトキャスターはスコットに多大な影響を与えたミュージシャン、ジミ・ヘンドリックス、エリック・クラプトン、ジェフ・ベックらが愛用したギターでもあった。学友とのバンド活動を経て、 バウザームーンやザ・ハンドレー、ページグループ、あるいはジンゴなどのバンドと活動を共にする頃には、ナイトクラブで年間300回以上のステージを熟すまでになっていた。ブライアン・アダムス曰く、スコットは歴史上最も歌唱評価されているギタリストである。彼らがオンタリオ州で出会ったのは1976年の夏だった。そして1970年代終わり頃から始まった。 レコーディングは二人に数々の成功をもたらし、今日までスタジオとライブで常に行動を共にする揺るぎないパートナーシップを築き上げた。2019年のインタビューでスコットは、今でもアダムスとの仕事が最優先であり、40年以上もファミリーとして活動できたことは光栄だと述べている。ブライアン・アダムスとスコット・プレミア・ギターの記事で、ベーシスト兼プロデューサーのビクター・ブローデンは、 スコットは私に尽きることのないインスピレーションを与えてくれる。即興的なソロは誰もが一度か二度耳にすればすぐ、口ずさめる。彼はシンプルながらエモーショナルなメジャースケールのメロディを奏で、そこに重厚なブルース色を加える。そして、ライトハンドのアタックや明確なフィニッシュで締めくくる。僕はいつも打ちのめされ、僕の作るベースラインも各ありたいと願うんだと語った。 グレッジは6120のスコットシグネチャーモデル GS6120KS キース・スコット・ナッシュビルゴールドトップを生産していた。ブライアン・アダムスとのツアーではフェンダー・ストラトキャスターをメインで使用しており1980年代の初期から中期はギブソン・レス・ポール1980年代末頃にはフェンダー・テレキャスターも使用していた。エフェクターは アイバニーズのチューブスクリーマーの他様々なボスペダルを使用している。ありがとうございます。